宙からの地球観測の仕方。文明の始まって以来、僕たち人類は生きるために周りの環境を観察し理解する必要があったんだ。天気を予想したり、環境リスクの判断や天然資源の管理、そして地球環境の理解を深めたり、宇宙に人工衛星を打ち上げられるようになってからは、宇宙は地球の気候や自然現象を観測するのに最適な場所になったんだ。地上や海上、空からのその場観測システムはとても重要ですが、観測できる範囲が限られています。宇宙からは一度に地球全体が見えるため、雨の量や森林破壊、海水準の上昇などが広い範囲で早く高い精度で観測できるのです。やあみんな、僕はウェービー。この動画シリーズではどうやって宇宙から地球を観測するかについて説明するよ。人工衛星に載せる計測装置は光や電波をキャッチして、そのエネルギーや波長、波形を測ることができるんだ。計測装置で地球を観測してみると、地球がどのように光や電波を放射したり反射したりするかを分析できるんだ。これで地球の状態や健康について知ることができるんだよ。音エネルギーも同じように使えるけど、宇宙の真空まで音は伝わらないから、音で宇宙から地球を観測することはできないんだ。光エネルギーは真空中でも伝播するんだ。速度は秒速約30万キロメートル。でも地上を観測するためには大気を通り抜ける必要があるんだ。このためには光エネルギーは大気の透過率が高くて、光の通りやすい電磁スペクトルの波長帯、ウィンドウ帯と呼ばれるものに属している必要があるんだ。地球の大気のウィンドウ帯には電波からマイクロ波、そして赤外線から可視光までの波長帯が含まれるんだ。逆に大気に吸収される波長帯では大気を観測できるんだ。例えばマイクロ波の 22GHz 帯や 183GHz 帯では水蒸気が観測できるし、 60GHz 帯では気温が観測できるんだ。この他にも赤外線を使うと物質の表面の温度が観測できるんだ。赤外線センサーは物質が放射する赤外線を検知して暗闇でも温度を測ることができるんだ。